keinen Bock, den Weg wieder lang zu gehen. Hey Dane.見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士であり代理団長でもある。俺を警戒している。気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろう。ところで魔物は片付けたが情報はなかった。そっちは何か収穫があったか？なるほど。これで最古の幸運期の全貌も少しはつかめるだろう。え、本当か？王老から聞いたことだけで？それだけではない。もっと全体的に考えた上で出した結論だ。例えば、貴様たちが教会で聞いた歴史について。そうだ、そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。暴君の遺恨は放浪寮から逃げた機械が発射したミサイルなんだ。狼の試練で損傷した後、さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた。人が近づくとミサイルを発射してたけど、ある日ついに壊れて、その天から降る火の玉もなくなったんじゃないか。当時のモンドの人はあまり遺跡守衛を見たことなかったから、暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞ。どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだ。ん？それはどういう意味だ？それって、ああ、わかったぞ。あの高騰に居座る守衛は確かに印象深かったな。Wir gehen hier gerade eine richtige Weltreise machen, ne? Der ist doch hier. これだよな。よし、元素資格で見てみようぜ。どうだ、何か分かったか？何もない？期待してたのに。何か勘違いしてるのかな。方法の問題だ。幸運期に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。アビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡守衛は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ？難しい単語だな。カンルイヤの用語か？アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば、渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ？
や、俺が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。Schon wieder dorthin?Team steht fest. Von diesen Abgrund-Dinger-Typen, Abgrundboten gibt es bestimmt hinterher wirklich noch andere Elemente. Mata koko ni modotte kuru nante. Yatto no koto de nige dashita no ni. Mata jibun kara hairu no ka. Oira tachi mitai ni yūkan na boukensha wa.テイワット大陸でも希少だと思うぞ。 あの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。はい、よし、じゃあ出発しよう。 Fuck it! Das ist nicht einfach hier jetzt. Wir werden es nicht rüber schaffen. Oder? Fuck. Oh Gott.どうやら着いたようだな。海水体、実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に汚されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ、漆黒の悪夢からのものか、それともなるほど、実に危険だ。この腐敗の匂い、よく知っている。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし
教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。Da hab ich dann. Ah ne, dein Slap ist kein spielbarer Charakter. Warum sollte man ihn dann? Nicht jetzt Abgrundmagier. Du Pisser! アビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に。 Jetzt finde ich es irgendwie schade, dass ich die weiblichen
den weiblichen Charakter, weil wir hätten jetzt mehr die Synchro von dem weiblichen Charakter gehört jetzt. Ich muss diese Stelle nochmal bei jemand anderen schauen. Fuck. お前のお兄さん、ダインを知ってるのか？ソラ、また会ったな。エータ heißt der männliche Charakter. Heißt der weibliche eigentlich auch so, oder? ホタル、その人と一緒にいちゃダメだ。その人は、俺の敵。ソラ。Irgendwie würde ich mir wünschen, dass sie wenigstens hier auch, naja, wenigstens hier unser Charakter sprechen könnte. これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを阻止するな。その人、ダインスレイブは。最後の艦類や宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼は艦類やの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが艦類野人だって？500年前に滅びた、あの艦類野人？それに民が怪物になるって。今のアビス教団は。Das war ihn treffen, war mir sowas von klar, denn der Titelname des Aktes hat's eigentlich schon verraten. Ie. Ah, mochiro. Hotaru がいる場所が家だ。でも俺はまだホタルと次の世界に行けない。少なくとも今はできない。アビスがカムクラを下す前にまだ天理との戦いが残ってる。聞いてくれホタル、俺はすでに一度旅をした。だからホタルも俺と同じように終点にたどり着けば、この世界のよどみを届けることができる。 Also heißt unser Charakter eigentlich Hotaru? Habe ich das gerade richtig ausgehört? 俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。俺たちには十分時間がある。話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前のお兄さんを王子様って呼んでた。お前のお兄さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前のお兄さんがカムクラを下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。
七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーンルイヤの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーンルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前のお兄さんが言ってたダインは俺の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ。それに一緒に探してたお兄さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て日差しの差す明るい地上へ。お前のお兄さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。So, ja, Paimon hat das alles nochmal schön zusammengefasst, was passiert ist, und das war's dann auch mit Akt 4 und Fortsetzung folgt. So, wollten wir nicht die zerstören? Ich würde diese Szene gerne nochmal mit dem männlichen Charakter sehen. So. Nur mal die ganzen Errungenschaften hier. Alles umwandeln. Na, jetzt müssen wir wieder keine Ahnung wie lange warten. Aber ist klar, dass diese Storyabschnitte so schnell vorbei sind. Deswegen hoffe ich, dass Inazuma das Kapitel Inazuma halt wirklich länger geht, aber das wird dann, denke ich mal, halt Update 2.0 sein und dann sowas ist halt dann größer, mit einer größeren Story und vielen Neuerungen. Wie gesagt, hier könnte noch was entstehen. Vorher, wer weiß. Und hier kommt dann irgendwo Inazuma hin. Weil es ist ja auf der anderen Seite des Meers. Und guck mal, wie weit ich die Karte hierhin kriegen kann. Vielleicht ist das hier? Das Land? Nee. Wir werden auf jeden Fall von hier aus Schiff wahrscheinlich reisen und ja. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Wenn ich jetzt mal so überlege. Ich glaube, ich bin von einem Felsen. Nee, Quatsch. Ich
habe echt keinen Plan mehr, wie ich von da wahrscheinlich nach da geflogen und dann oder ich habe Kayana benutzt. So. Yeah.